玉川上水の緑地公園に来ました。いつも、水の落差があるところで写真を撮っているところですが、除草作業があって何日か経ったところで、虫を探しに来てみると、足元の高さに蜂が巣を作っていました。この蜂は、スズメバチじゃなくて、よく公園の木陰で巣を作る蜂ですね。名前はまだ分かりませんが、まあ驚かしたりしなければ胸に人間を刺したりはしないと思います。ただとても低い位置にあるので、子供かなんかが間違って刺されないかは気になります。なかなかこれから野球のボールくらいの大きさのコロニーになっていくんだと思います。ヤブガラシがたくさん生えているので、蜜には困らないと思います。たまに周りに護衛の蜂が飛んできては、危ないやつかどうか偵察を受けています。目下、夏に向けて巣作りの最中のハチさんでした。